こんにちは、ひかりです。今回紹介するのはこちらなんですけど、100円ショップのセリアで買ってきて遊んでたんだけど、まだ動画で紹介したいなと思って今回ね、紹介したいと思います。これね、ちょっとね、こんな感じの分厚い、厚紙よりも厚いな、なんか発泡スチロールみたいなのが入ってる、まあ紙というか、なんていうか、まあそれをね、ペーパークラフトみたいにして組み立てて、トントン相撲がね、できるっていうね、アイテムですね。100円でその一式、トントン相撲一式が手に入るんですよ。ここに見て、トントン、トントンって書いてあるんで、まあ、四つ角書いてあるんだけど、まあまあまあ、ね、あっちとこっちで二人でトン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 って戦わせるんだと思うんだけど、思うっていうかそうなんだけど、しかも凝ってるのは、まあトントン相撲用の恐竜たちね。はい。まずこの青のね、トリケラトプスっぽい子と、赤のティラノサウルスっぽい子。で、黄色のトリケラトプスみたいな子はね、これと一緒だね。はい。色違いですね。まあ、2チームに分けられるってことね。この白もね。これはね、自由に色塗ってくださいって書いてあったんだよね。またそれも面白いな。あ、そら、尻尾もちゃんとこうなって、こっち塗ってあるね、ほら。で、こっちはこっちで、こうなって。おー、結構迫力あるな。して、絶対これだけでいいじゃん。まあ、これだけでも十分じゃん、100円で。もうこれで十分遊べるからね。なのに、なんか予算が余ったのかわかんないんだけど、これね、まあこれね、袋も入ってたんだけど、袋入ってたっけな。これちゃんとね、説明書まであるんです。まあこれね、こんな感じのパッケージなんですよ。一応ね、トントン相撲っていうよりも、トントン恐竜ジムバトルってことで、ジムなんだね。トントン恐竜ジムバトル。だからこれは、相撲というよりもジムなんで、こんな変なのがついてるんですよね、上にね。で、こんな感じ。ちゃんとルールがあって、ジムの隅をトントン叩いて、まあ、相手を倒すかすのを追い出す。まあ、トントン相撲と同じルールだね。相撲と一緒だね。そうすると、相手のコインをゲットできます。手持ちのコインがなくなったら負け。だけど、まあ、人数に合わせて自由にルールを考えたらその気がしたんだけど、このコインいるって話じゃない？ね、多分スペースが余ったんだろうね、台紙のね。まあ、そっから切り抜いてね、使うんだけど、この押してね、ハサミは入れなかったかな。コインをね、取り合うみたいな感じで遊べるんですよ。まあ、実践していきましょう。ちょっとね、カメラの関係でこうやった方がいいかな。うん。嘘。やってこう、やってこう。じゃあまず、東はどっちになるんだ？東、トリケラトプス。はい。こうがいいかな。こうかな。はい。ニーシーティラノサウルス風ね。で、多分組ませた方が面白いと思うんだよな。ちょっとこんな感じで組ませてから。よし。いきます。映るかな、ちゃんと。はっきょーい、乗った。これ円から出ても負けじゃないんだよね、確か。あ、待って、円から出たら負けだっけ？ジムの外に追い出す。だから円から出たら負けではないか。落ちたら負け。で、この指をトントンするところにはこのポールが立ってるから指に当たんないっていうね。よくできてるんですよ。あ、このポール折れるかもな。あー、ティラノサウルスが、いやー。勝ったのは西だっけ、東だっけ、東か。のね、トリケラトプスが勝ちましたね。イエーイ。じゃあ第2戦やっていきましょう。第2戦。これね、色塗ってもいいんだけど、まあ、この白も白でいいんだよな。ね、こっちの方でね。組ませて。これで組ませた方がいいよね。いきます。はっきょーい。残った！あー、またそっちに行く。多分一人でやるとね、叩き方で結構決まってくるのかもしれない。あー、落ちた。自滅しました。勝者。こっちのホワイトティラノサウルス。面白いでしょ。これ別に他のおもちゃで遊んでもよくて、あ、そうだ、他のおもちゃはちょっと持ってきてないんだけど、まあ一番いいのは僕的には塩ビ人形だと思うんだけど、塩ビ人形じゃなくても、例えば今この手元にあるやつで言うと、じゃあ東、バカボンのパパ、西、アイアンマン。さあ、組んで組んで。はっきよ、もう重量が全然違うけどね。残った！
かー、あれ今同点じゃない、同点取り直しだけど、アイアンマンが多分ガラスに落ちたら危ないんで、バカボンのパパとあと対決相手を変えます。東バカボンのパパ、西野原しんのすけ、見合って見合って、はっきょーい、残った。あー、バカボンのパパ強いな、しんのすけに勝ったよ。勝者バカボンのパパなのだ、まあ、みたいな感じで遊ぶこともできますということでね。このね、トントン相撲のこれ意外と自分で作るとね、めんどく、まあ作れるんだけど、めんどくさかったりするし、まあ正直全部作れなくはないけど、こうやってね、こうセットで100円でこう遊べる、これいいと思いますね。だから、なんか子供に与えるおもちゃとしてはこういうのはいいと思います。こっからまたいろんなおもちゃで派生できるからさ、かなり想像力もね、こういうのをやつのが広がると思うんだよな。そう。あの、ルールがないから。まあルールはあるんだけど、何だっていいじゃん。何をおもちゃで持ってきてもいいし、ゲームってさ、言ってもさ、ね、設定されたものにね、あの、固定されちゃうから、テレビゲームとかって。だから、こういうのだと、まあもう、何だっていいわけよ。これと、戦わせるのを、でも何だっていいわけ。もうこうやってモスラの幼虫も、規格外のやつとかでもいいわけ。ちょっと、これはまああれだけど、はっきよーい、乗った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 ってね、やって遊べますからね。まあ、こうなるでしょうけど、強いな。お前強いな。幼虫のくせに強いな。じゃ、もう一試合やろう、ちょっと。じゃあ、東、レッドキング。西、ウルトラマン。まずはウルトラマンのチョップが入ります。バシ、あ、当たんなかった。見合って見合って、はっきよーい。残った。おーっと耐えた、レッドキングがウルトラマンが耐えるのを倒れる、あー勝ったね、レッドキング。このね、この体格差をね、バランスでね、勝ちましたね。バランス力で持ちこたえました。まあこれで遊ぶのが一番かな。でもこれよりもね、折り紙で、あの、力士と簡単に折れるんだよ。まあ折り紙の本とか見ればわかるし、割と簡単だから、力士自分で折って、後ろにさ、実在する力士の名前とか書いてさ、白鵬とかさ。で、こう遊ぶと面白いんじゃないかなと思います。このね、トントンしてるとね、この柱を折っちゃうね。いずれ折れるな、この柱は。柱がなくなる日が来るな。指が痛い、指を変える、中指に中指が痛くなってきた。ああどっちが勝つ、どっちが勝つ、ずいぶん長期戦だな。ああちょっと強く叩きすぎましたね。うん、相打ちになってしまった。相打ちなんていうの、引き分けで取り直しか、共倒れなんていうんだっけ。はい、こんな感じで100円ショップのね、セリアに売っていたので、一式100円なんで、まあこういうね、あのペーパークラフト系の、ペーパークラフトっていうか、まあ発泡するのに入ってるんだけど、スポンジみたいな。こういう系はね、あの他にもね、なんか、おうち関係みたいな、なんか、ドールハウス的なやつとかもあったりするんで、そう、またね、新作とか出たらちょっとチェックしていきたいと思います。これはね、あの、面白いですね。ちゃんと袋入ってて、お金とかも、こういうのがあるのはちょっと面白いね。いいおもちゃだと思います。100円だしね、で、100円で、コスト確かにお金かかってなさそうじゃん。だから100円で出しても問題なさそうなのに、あの、めっちゃ遊べるから。うん。めっちゃ遊べますんで、ぜひ遊んでみてください。ということで今回は100円ショップのね、おもちゃ紹介でした。この動画良かったなと思っていただけた方は、ぜひ評価ボタンもお願いします。チャンネル登録、コメントもお願いします。評価ボタンみんな押してってくださいね。それではまた、バイバーイ。